その昔、東龍灘の激境おとい。その昔、東龍灘の激流を登った播磨の鯉たち、一頭の金色の龍となり、遥か天空をも舞い泳いだという。人々はそれを神と崇めたが、やがて思いや理想を違えた三つの色に割れた。時は流れ、
ありがとうございました。連の皆さんのステージご覧いただきました。もう大迫力でございますよね、はい、龍が